はい、こんばんは、ギタリストで音楽家の竹下敦です。今日もね、楽しい音楽のお話いたしましょう。中南米音楽家の、レイ・アルフォンソ小田氏から、オベーションギターカンパニーという会社のね、アダマスという、ギターがございまして、これを弾かせていただけることになりました。誠にありがとうございます。あのオベーションという会社はですね、1966年に発足、これ航空機でね、培ったテクノロジーをギターに転用するという大胆かつ画期的な発想でね、斬新なギターを発表しました。時代のね、先を言っていたギターなんですが、セールスは初めはね、苦戦いたしました。しかしね、あのライブステージの大型化、大音量化という時代の流れでね、頼りになるエアコン、要するにとてつもなくいい音がするわけではないですが、コンディションの変化に強い、そこがですね、大きなホール、そしてスタジアムでライブを行われるミュージシャンに、人気を集めまして、で名機アダマスシリーズ、これですね、これを開発してエアコン業界を牽引するブランドとなりました。でアダマスのね、オベーションの特徴といたしまして、ラウンドバック形状という、後ろのね、ホール部分が丸になってるわけです。これはね、あのヘリコプターのローター、羽の部分を作っていたね、親会社のノウハウを生かし、材料にはね、リコラードというガラス繊維プラスチックを採用されています。これ FRP に近いものだと思いますが、でこれによってね、あのお椀型のボディバッグになって、抱えた時にね、独特のフィット感があるわけです。お腹のとこ、胸とかにね、密着度が高い。これをね、体の体型にもよるんですけど、私の場合は非常にフィット感がいいです。そしてですね、ギターの前面ね、一般的にはね、この部分をサウンドホールと言います。これがね、アダマスの場合はここにね、センターにサウンドホールがないんです。この部分にサウンドホールが設けられています。これね、何がいいかと申しますと、ループバックね、こう弾いた時に、この部分が当然共鳴するんです。これを極力抑えたんですね、オベーション社の設計は。ただね、問題になってしまったのは、これ私もなぜあのレイ・アルフォンソ小田氏が弾かないのか、気づいたんですが、まずネックのね、反りなんか、これはあの一般的なエレアコではここの部分に蓋がついてまして、簡単にレンチであのネックのね、反りの調整ができるわけです。ところがオベーションの場合はサウンドホールがセンターにないために、あのボディバッグにね、メンテナンス用の穴があって、そこからロッドの調整をするんです。これはですね、専用の工具が必要で、ちょっとややこしいんですね。しかしそれを差し引いても、私はアダマスが弾きたい、子供の頃からの憧れですんで、で8月になりましたら、あのレイ・アルフォンソ小田氏のところへ伺って、アダマスを、かわいいアダマスをね、私の手元に、引き受けて大切に弾きたいと思います。それではね、今日ご紹介したのは、オベーション社のアダマスです。実際にね、レイ・アルフォンソ小田氏から受け取ったら、実況を弾いてね、皆さんにご紹介したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time です。